させてください。イメージカラー情熱の赤。はいはい、イメージカラー赤担当のヤッピースッピー天気予報。僕の名前はスッピー。なんやそれ。バッコーン。はいはい、イメージカラーは赤のリーダー、プチフルールのリーダーのスッピーことすずです。よろしくお願いします。スッピー、ありがとうございます。ここでスッピーのプチー情報。はい、今私はです、あ、てか皆さん3代目の流星は知ってますよね。せーのふーふーせーのちょ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 しらけちゃいましたね。すいません、ごめんなさい。はい、今は私はこの流星を三口でちょっとお披露目するためにちょっと猛特訓中です。頑張ってます。ってことで次行ってみよう。はい、イメージカラー謎の多い紫。はい、イメージカラー紫。私がくしゃみをするまでではっはっていうので、その後で大きな声ではっちゃんって言ってください。お願いします。それでは行きます。はっはっはっちゃん飛ばれて飛び出てじゃ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 ーん。はい、イメージカラー紫。ハヤシライスが大好物なはっちゃんことはつみです。よろしくお願いします。はっちゃん、ありがとうございます。ここではっちゃんのプチ情報。私はクリスマス生まれなんですよ。それで最近頑張っていること、勉強頑張っているんです。はい、偉い、すごい、偉い、すごい、偉いですよね。偉いです。自分それこの間テストだったんでしょ。どうだった？あ、まあちょっとだけアップしましたね。はい、ちょっとはい、じゃあ次行きましょう。イメージカラー爽やかスカイブルー。はい、ここで皆さんにお願いがあります。手拍子をするのと、私がせーのっていうので、その後にリーリーと叫んでください。お願いします。それでは来ます。せーの、リー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 、せーの、リーリー。ありがとうございます。イメージカラー水色、リーリことリリカです。お願いします。リーリー、ありがとうございます。ここでリーリーのプチ情報。私ははっちゃんはさっきクリスマス生まれと言ったんですけど、私はハロウィンまでで生まれで、パンダが大好きで、今パンダのグッズを集めるのにハマっています。いつも自分では自覚してないんですけど、みんなに笑っているって言っておかしいって言われます。本当にそう思う。おかしい、おかしくない。ではそれでは最後行ってみよう。イメージカラープリティピンク。はい、イメージカラーはピンクです。ここで皆さんにお願いがあります。私が好きなものを言うので、その後に大好きと叫んでください。お願いします。はい、では行きます。なあちゃんの好きなもの言うよ。ボカロ大好き、ゲーム大好き、アニメ大好き、漫画大好き、みんな大好き。はい、ありがとうございます。面白いことが大好き、最近ちょっとオタクになりかけているなーちゃことなおです。よろしくお願いします。なーちゃー、ありがとうございます。ここでなーちゃのプチ情報。まず私はさっき自己紹介でもしたように、ボカロなどが大好きで、可愛いものが大好きなんですよ。例えばウサギとか。あ、可愛いからね。ウサギ飼ってます。なんで名前チョコちゃん。チョコちゃん、可愛い。オスなの？オス。はい、キュンじゃないかな。あ、そうだね。まあそんなことにして、はい、じゃあいいですか。いいです。私たち4人でプチフルールです。もう一回いい？すいません、もう一回いきます。私たち4人でプチフルールです。気をつけ、はい、せーの、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ます。早速なんですが、私たちのユニット名のプチフルールはフランス語で可愛いお花という意味なんですよ。おなと、なぜプチフルールというユニット名にしたかというと、響きが可愛かったのと、私たち4人とも身長も年齢も小さめなので、プチッと入っているこの名前にしました。はいはい、私たちの名前すごく覚えやすいと思うので、皆さんしっかり覚えといてくださいあと私たちメンバーの名前も一緒に覚えてくださるととっても嬉しいです、はい、そしてフリエクさん1周年おめでとうございます。おめでとうございます。フリエクさんのライブをデビュー前に勉強にということで何回か見させてもらったんですけど、4人の息がぴったりですごい可愛くて、私たちもそんな風になれたらいいよねって話してたよね。うん、言ってたよね。フリエクさん、これからも頑張ってください。頑張ってください。はい、最初に聴いていただいた曲はフリエクさんの曲のカバーで、恥ずかしがり屋の I love you でした。はい、実はこの曲をやるにあたってフリエクさんのアリサさんに手伝ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもさ、ね、この曲やるの大変だったね。最初やばかったよね。なんか本当に歌がすごく本当に難しくて、難しかった。大変だったんですよ、はい、うん、まあでもお披露目できたから第一、まあ、大一、まあ、まあまあですね、楽しかったっすね、はい、はい、短いですが次の曲で最後となります。最後の曲は多分皆さんも聴いたことがあると思うので、ぜひ一緒に歌ってください。はい、お願いします。お願いします。皆さん盛り上がる準備できてますか？イエーイ。もっともっと盛り上がる準備できてますか？イエーイ。はい、いい調子ですね。本当にいい調子だと思ってるよ。もう一回もう一回もう一回皆さん盛り上がる準備できてますか？いいですね。はい、じゃあこの調子でいきましょう。東京女子流さんの曲で同じ気持ち。Thank you.
生ライブ頑張ってください。頑張ってください。以上、プチフルールでした。ありがとうございました。なんかこういう演出、スターダストっぽいでしょ、ね、ちょっとですね、新曲ができたんです。あなたたちの持ち曲です。ちょっと今聴いてみますか。じゃあ3曲目お願いします。終わりましょうか。はい、以上、プチフルールでした。ありがとうございます。